Hey guys, I'm Jin. どうも、ヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、本日もですね、ちょっとアンダーウェアのご紹介なんですけれども、こちらですね。はい、エッジさんの商品になります。これはですね、いつ頃発売されたやつなんかな ?2 年前ぐらいとかかなに発売されたやつなんですけど、これね、色違いがあって、はい。こちらのね、色違いなんですけど、これが、今年の頭に買った、福袋、めっちゃ噛んだ。福袋に入ってたものなんですけど、これをね、入った時に、この柄がね、めっちゃ可愛いなと思って、ちょっともう一個の色も欲しいなって、その時にね、思ったんですよね。で、それで、オークションで、出てたのを見つけて、買おうと思って買ったっていう、はい、ものになります。ちょっと開けましょうか。これ多分ね、パッケージ、あ、もともとこうなってたっけ?これ多分ここにこれついてるってことは、百貨店とかで、あ、ちょっとピントが合わへん。ここにね、この写真が貼ってあるってことは、百貨店で買ったやつなのかなっていう感じですね。はい。よいしょ。まあもう懐かしいですね、この箱のパッケージね。はい。こういう。いつ頃の、あれかな?ガイドかな?まあ、ちょっと、これも結構懐かしい感じの、あれですね。はい。はい。まあ、さっきね、赤色のやつ、お見せしましたけど、それの色違いですね。うん。かわいいですね。まあ、冬っぽい感じの、ちょっとエスニック柄の、的な感じですね。エスニックで、まあなんかちょっとノルディックというか、雪の結晶的なね、雰囲気の柄にもなってますね。はい。めちゃめちゃ可愛いですね。はい。じゃあ、この2色ね、せっかくなんで。前ね、これは前の動画で履いてるんですけど、まあ、改めてこれ、両方ともちょっと履いていきたいと思います。どっちから履こうかな、まあ、せっかくなんで、前のやつをね、先にちょっと履いちゃいましょうか。よいしょ。あ、今普通に脱ごうとした。はい。じゃあ履きますね。あ、ちょっと画角、あれやな。上に上げた方がいいな。よいしょ。こんなもんかな。はい。じゃあ履きまーす。せーの。はい、こんな感じですね。スポーツブリーフタイプのものになりますね。うん。相変わらず可愛いなと思いますね。まあ赤もね、良かったんですけど、僕、青系の色がね、好きなんで、どうしても青が欲しいなと思って。はい。まあでもこの色もね、可愛いですね。はい。じゃあ、青を履きましょうか。はい、じゃあ履きます。せーの。はい、こんな感じですね。うん、やっぱ青かわいいですね。うん。なんかより冬っぽい感じの色合いというか、爽やかでいいんじゃないかなと思いますね。うん。やっぱかわいいですね。うん。なんか赤も青も、こう、つけがたいというか、両方かわいくていいなと思いますね。やっぱ形がね、これすごいいいなと思ったんですよね。前に買った時に。履いた時にも言ってたんですけど、ここがね、意外とこう、際どいというか、ハイレグ感がね、あって。いつもの、まあ、エジさんの形だと結構ね、もうちょっとこう、幅広めなイメージがあるんですけど、結構ね、キュッと、ハイレグ感が強めで、その形がね、すごいいいなと思ったんですよね。うん。お尻もね、すごい綺麗に見せてくれる形ですね。はい。ということで本日は簡単になりますがこちらですね、この2枚紹介していきました。まあ、最近この形のスポーツブリーフって出てないのかな、しばらく見てない気がしますね。最近まあ、ずっとねこの生地をもうひたすら使われてたずっとね使われてたイメージがあるんですけど、最近ねこれじゃないこのタイプじゃない生地の下着がね、多く出てきてるので、まぁ、ちょっと、次の世代に行くのかなって感じですね。
まあ、一応ちょっと近くで記事見せておきましょうか。一応リンク貼っときます。福袋のね、ここら辺にリンク貼っとくので、福袋の動画も見てもらえたらなと思います。そこで紹介ねしてるので、はい、って感じですかね。はい、じゃあ今日はそんな感じで、はい、Thank you for watching my video。 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye.